埼玉トヨペット。楽しかった。10年ぐらいレースやってきたんですけど、今年に限って言えばもう本当に何とつまもなくサーキットを離れて平沼さんたちと、一緒にご飯を食べたりすることも全てもうすごく楽しくて、GB キャンプというかレース始まるのがもう待ち遠しい、そんな1年を過ごさせてまあ、試合の感覚というかすごく緊張しているのを覚えてますけども、フィギュアスケートの試合の時もそうだったんですけども、もう始まっちゃったらやるしかないっていう風にこうね、気持ちを切り替えてやるっていうのがまあスポーツだという風に思っているので、決勝に進むことができなかったっていうまあ気持ちはやっぱりとても悔しかったなっていう風に思いますし、やっぱりまあ決勝でね、他の車と実際にこう本当にこう戦っていく、そんなところも、体験してみたかったなっていうのは、すごく感じていました。もう大変でした。全開でプロスター。いや、やります。
ってくれて、みんなのそばに来て、私はまあ自分なりの場所で予選も終わって、そこからうまく前に上がれなかったのかな。だからあんま本当に目立つのかなかったもんね。そういう意味ではちょっと辛かったかなって感じかな。レース自体は面白くて、去年よりはクラッシュとかぶつかるっていうのもなかったので、まあ、成績っていうよりも去年よりも落ち着いたレースができたかなと。印象に残ってるレースはやっぱり最後の茂木戦ですかね。それまで の結果もついてこない中でちょっと気合を入れていたレースなので、レースは好きなので、まあ、今後も何かしらでは続けていきたいので、 GB キャンプで一番やっぱり学んだことを、仲間の大切さであったりとか、まあ、いろんな人の支えがあってレースができるっていうのを一番多く学べた期間でもあったので、そういうのをまあ今後も大事にして、今後もレース活動を続ければなと思っております。とにかくレースウィークになるのが非常に楽しみで、刺激的な時間を過ごさせてもらいました。このレースウィークが終わってしまうと、まあ、日頃の仕事に戻るというか日常に戻るんですけど、本当にレースウィークは夢のような感じだったかのように、まあ、僕らの間では GB ロスっていうふうに言ってましたけども、なんかこうぽっかり穴が開いてしまったような、なんかそういう感覚になるほど充実した時間が過ごせます。正直すごい辛い1年でしたね。なんでプロに行ってしまったんだろう、やめたいっていうぐらい何をやってもうまくいかなかったし、自分の運転すらも疑ったし、へこむことしかなかった1年かなと思って。茂木が最後だったんですけど、予選も終えて帰ってきたらチームがすごく喜んでて、やっぱり成績って周りを一瞬にして元気づけるものっていう、ね、魔法のようなものなので、もっとね上手になりたいなと思いました、はい、もっとみんなをね笑顔にしたいなと思います。車のスピードはちょっとこう中盤までは足りなかった部分っていうのもありましたし、僕もそこに車をうまく合わせ込めなかったんですが、十勝ぐらいから本当に車の雰囲気が大きく変わりだして、まあ、茂木は予選2位、まあ、僕の印象に、まあ、一番残ってるのは
ああいう事件がありましたが、モテギでしたね。理由をメカさんなりチームの方々から聞いて、メカさんたちはみんなその会社のことを思って、行った行動だったんですが、性能向上に寄与しないその違反だったとしても、まあ、今回のその違反というのは良くなかったんだろうなと、重く受け止めてます。僕もメカさんたちも、まあ、知らなかったからっていうことではなく、事前にまあいろんなそのレギュレーションなりをしっかり頭に叩き込んで、今後のレースに役立てていただければいい経験をしたなと後々思えるんじゃないかなと思います。もちろん僕も含めて。Right back.